はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回はですね、先日ゲットいたしましたデュース、クラブウェアのもろもろを見ていこうかなと思います。まあ、クラブウェアはね、パーソナルストーリーがない分ゲストルームモーションが見れますので、そちらのモーションと、あとグルービーとホームタップボイス見ていこうかと思うんですけれども、割と早めにね SSR の決勝がたまりましてなんとかデュクンのねガチャ期間中に見ることができました。えらい私いつもいつもいつも遅くなりがちですが、はい、ツイステッドワンダーランド、いやグルービーがとっても気になりますね。デュークンね、すごい真剣な表情するのかな。それとはい、お迎えはこちら、フロイド、あ、前回もだったかな、フロイドのこちらグロマスじゃなくてグロマス今実況してた、あの編集してたからプレフルですね。あ、はい、誰か喧嘩しております。何かあったか。マレ様とどっちだ、止まっているどっちだ、もちろんちゃんと手加減する、あ、おじたんおじたんと喧嘩してました。敬遠の中コンビです、かわいいねはい、まだちょっとですね、家具を移動してなかったの、配置してなかったので、こちらのデュクンのゲストルームモーションが見れる家具を配置等々をしまして、最初にねモーション、まあ、ボイス聞いていこうかなと思っております。はい、ということで、とりあえず背景、そう、背景がね、やっぱり背景がクラブウェアじゃないとね雰囲気つかめないですね。はい、すごくすごく陸上部感が出てまいりました、ありがとうございます。これでまあとりあえずやってみましょうかね。まあちょっとね、あのデュー君とかも移動しつつ、ちょっとね配置がいまいちね、配置がいつも迷うんで、ジャックの時もそうだったけれども、はい、こんな感じでいいですかね。はい、レイアウト保存とりあえずしまして、デュクをねお迎えしたいかなと思います。いやー楽しみですね、デュク早めに来てくれよデュクいや本当ね、このゲストルームモーションがね博打なんですよ。まあ、早く初っ端で来てくれることもあれば、あの誰かにね邪魔されることもあればずっとねモーションしてくれないこともあれば、あ、でも意外とね、本当にすごい広、開放感しかないよね外みたいだよねはい、とりあえずリュックンを置いてはみましたが、遠ざかってますね。おっと、だマル様がもしかして走り幅跳びをしてくれるのかマルストラコニア君も、あ、じゃあミルバイパー君が喋ってました今、かわいいねいや、めちゃくちゃいるな。あ、そっか、合鍵を渡してるからか、この4人、私の推し4人衆が。あ、ジャミルバイパー君が、ジャミルバイパー君がもしかして、モーションをしてくれるのか、どうなんだ、ジャミルバイパー君。アップにしちゃったよ、ジャミルバイパー君。いや、ジャミルバイパー君、ちょうどね、運動着ですし、ねえ、走り幅跳びしてくれるんだったら、やぶさかでねえぞっていう感じがしますが、おーっと、並走、あ、違う。一瞬マレ様と並走しているデュクンが見れましたが、どんどん遠ざかってますね。デュクン、そっちじゃないよデュクン。もう今日もリセマラするしかないのか。ねえデュクン、立ち止まらないで。デュクン、ほらフロイドが、フロイドが近づいてるよ。今日はここで過ごす。あ、そうなの、おじたん、ちょっと一生オンボロ寮で過ごしちゃう私はそれでも全然問題ないけれども、うん、どうかな、マレ様か、マレ様なのか、マレ様ターンなのか、ぼーっとぼーっとするならそこ行こう、そこ、ほらほらほら、いけるか、いけるんじゃないか、いけ、デュークデュークデュークあー、自分のツムのところで止まってるデュークデューク、今惜しかったね、ちょっとね、明日の予習する前に、予習をする前にちょっとそこに行ってもろて、モーションしてもろて、お願いしますデュクンいや今日のデュクンはちょっとシビーですね。あー、ダメか、学園では、おー、いけんじゃないか、あ、デュクン、あ、デュクン、あ、そっちのじゃ、そっちのじゃないよそっちの走り幅跳びのやつじゃないよデュクン、デュクン、あー、じゃあミルバイパー君と並走してる、かわいいそれはそれでかわいい
ありがとうございます。さっき片付けたんだ。ぼーっとしてた。あーデュー君、デュー君ダメかい、デュー君、デュー君。もうダメだこりゃ。あ、ちょっと待って、え、マル様と並走してる、キャワイオーちょっと。何この二人。花道歩いてるのかしらっていうな。新郎新婦のご入場ですっていうか。かわいい。ちょっと、あ、フロイドも応援してくれてるの、ありがとう。あー、バラバラになっちゃった。今の並走良かったですね。すごく可愛らしかったです。あとは、あとはここに来てくれれば何も問題ないんだけれども、デュク、お願い、行くんじゃないか、行くんじゃない、行け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 、いけ、デューク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 、デューくんは全然来てくれない。いやもう、え、結構回してるよ。だって10分ぐらいもう回してる気がするよ。デューク、もう俺らのマブはそうやって惑わすんだから。そういうとこ、そういうとこ本当に好き。だね、もう多分ここがダメなんだと思う。ちょっと移動なんかね、この 1,2,3 のところをね結構歩いてる気がするんですよね、デュー君が。だからほら見て、いやこれ絶対いけるよ、いけるいけるいける、頑張れ頑張れデュー君、デュー君、デュー君頑張れ、デュー君、いけた、できた、よし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 、デュー君早く聞かせて、聞かせておくれ。あー、マレ様が邪魔。最強メグルを掴んだ。マレ様ったらそうやって邪魔するんだから、もう好き。そうか、マレ様とボイスかぶってリュウ君のボイスありなんですけれどもね、これ本当はセリフ、うわー聞けなかったですね。退屈だな。もう一回やってみる。もうちょっと声は聞きたいよね、声は聞き、もうリュウ君もう一回頑張っておくれ、リュウ君お願い、お願い、デュー君、おー、いける、よし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 、次こそ、次こそだよ、デュー君、いけるよ、頑張れ。はい、あれちょっと待って、え、誰、誰だ。おじたんのあくびにかき消された。私が推し4人衆に合鍵を渡したばっかりに。ごめんね、デュー君、ずーっとずーっと邪魔ばっかりだ、ごめんね。でも推しだからさ、いつもゲストルームに置きたいからさ。あ、ジャミルバイパー君、ジャミルバイパー君がもしかして走り幅跳びしてくれるのかな、走ってくれるのかな、どうなのかな。あ、ちょっと3度目の正直としてリセマラやってみようかなと思います。もうボイスは聞きたいのよ、やっぱり、お願いデュック、もう本当、もうもうこれ以上邪魔は入らないと思うから、お願いデュク。手入れする。うん、ダメだね。もうちょっとこの 1,2,3 のところに置いてみよっか。いや上の方にしか行かんのよね、デュクがさ、うん、結構あのみんなもさ、でもいないね。置いた途端にいないね。あ、デュー君、でも、あ、もうちょっと上の方に行ってくれれば、私は、あー、下だね。もう、リセマラ何回したかわからんよ、デュー君。まあ、私のせいなんだけれどもさ、私が推しを、推しに合鍵を渡したからが問題なんだけれども、ごめんね、デュー君、お願い。デュー君。もうちょっと私、グルービーも早く見たいの、デュー君、お願い。きっと素敵なグルービーなんでしょ。あ、デュークいけるか、もうちょっと左にそれてくれたらいけるよ、デューク頑張れ、デューク、あなたならできるよ、だって2回も下も2回も飛べたからできるよ、デューク、お願い。もうちょいちょいね、ちょいちょい上級生たちがね走り幅跳びしたがるんだよね、ほらフロイドとかね。あー、どうですかデューク。こんなにかかるなんて思わなかったよ、なかなかだよね。もうね、すごいリセマラして、どこにデュー君がいるのかも定かじゃないよって。ああ、いけるか、どうだ、
ツムを見ているデュ君ツムを凝視しているデュ君を見ながら、うんがデュ君虫はいない。デュー君すぐいなくなる。どこにいるんですか、デュース・スペード君。デュース・スペード君私はそこの赤いところに立ってほしいの。赤い、なんだろうそれ、 なんかゲートみたいな、ゲートみたいなところに立ってほしい。お願いデュー君、デュー君あとちょっとだったのに、デュー君。ああ、ぼーっとしててそっち行っちゃったの。いやー、じゃあ仕方ないかぼーっとしてたんだもんね、それは仕方ない。あ、じゃあミルバイパック、虫はいないよ、大丈夫。屋外だけどね、屋外だけど屋内だから何を言っているんですか、大丈夫。これね、あの外っぽく見えて室内だから大丈夫だよ。リュウ君、リュウ君いや、こりゃダメかな。いやー、でも諦めたくないよね。いや、もうだ、うん、もう動画なら編集でバッサリいけばいいだけの話だから、もう回すよ。もうそりゃね、まあ、もう1だよこれ1だけで回してますよ私は。もうね、20分経ったよ、リュウ君。リュウ君、おー、来た、リュウ君、あ、お願い、あ、次こそお願いね。しゃ、テンポよく飛び越えられたな。本番もこの調子で行くぞ。いやー、よかったです。やっと声を聞くことができました。長かったですはい、ということで最初にまずグルービーを見ていこうかなと思います。ホームタップボイスは後から最後に見ていきますね。いや、走り幅跳びの、あ、グルービーなのかな、デュー君は気になる。とりあえずセリフ、聞いていきましょう。誰も俺の前には行かせない、ぶっちぎりでゴールするぞ。かっこ、かっこいい、真剣デューでした。いやー、ちょっと、あ、絶対料金が見えてるかっこいい。あー、鎖骨もいいですね。あららららら、爽やかデューでした。素敵、成長してるって感じがするないや、ジャック・ハール君のグルービーとも少し似ているような、まあアングルは違いますけれどもね、似ているような感じで、あ、もしかして同じかな、同じシーンをアングル違いで見てるのかな、もしかして。あ、でも、うわ、でも夕暮れ時な感じもするから、あー、違うのかな。でもそうやってね、部活の、あの、ちゃんと走っているところのグルービー、すごく素敵でしたまた一番最後にグルービーの、あのビジュアルを見ていこうかなとも思います。とりあえず、そう、おフォロワー様に言われたんですよ、グルービーしてからホームタップボイス聞いた方がいいですよって教えていただいたおフォロワー様、本当にありがとうございます。ということで、ホームタップボイス、グルービーした後のね、ホームタップボイスもあるらしいので、そちらの方も見ていきたいかなと思いつつ、とりあえず屋外にしますね。あー、リュウ君、ジャック・ハール君のこともね、多分言ってくれるんじゃないかな。どうだ、最初か、ジャック・ハール君。あ、違いますね。はい、だからって気を抜かないように。あー、真剣デュ、すごく真剣デュ、もう本当に真面目、この子、優等生だから。腰の筋肉を鍛えるのに、はい、段差の登りよりは効果的らしい。そうなんだ。じゃあ階段ね、待ち伏せしてればリュウ君に会えるという、そういうことですか舐めるように見てもいいっていうことですか。あ、ジャック。タイムをノートにつけて、はい、トレーニングの参考にしてるらしい。あ、真面目。本当に陸上部の二人は真面目ないよね。もうすごいストイック、すごく好き。ジャックは練習、次の大会、はい、応援に来てくれる。あ、もちろん行くよ。なら、悪いところは見せられないな。ちょっともうどうしよう。蜂蜜レモン作らなきゃ。部活といえば蜂蜜レモンでしょ作って持っていてあげるからね。はい、風を切ってジャンプする感覚が、そうなんだ、あー、すごく気持ちいいんだ。あら、笑顔デューだ、うわ、かわいい。あ、なんかマジホイをなんか、あ、走行している感じみたいな、風を切って、受ける感じが素敵ということは、私は何を言ってるんですか腹の虫が、腹の虫、お腹空いてるの、蜂蜜レモン食べる軽く食べておくか。あ、でもジャックはなんか同じような状況でのホームタップボイスありましたね。食べないって言ってたけれども、デュー君は食べたいみたいですね。はい、うん、確かに、あ、もう思いっきりナイトレーブンカレッジって書いてるしね。うん、いや本当に、いや次の大会も頑張ってね、デュー君。
もうないかな。さっきのなんか見に来てくれるのかがグルービーのあれなのかな、もしかしてグルービー後のボイスなのかな。ね、もう蜂蜜レモン差し上げたい。はい、ということでお送りしてまいりましたゲストルームモーション、ホームタップボイス、そしてグルービー、今見ていきますね。また改めてグルービー見ますが、素晴らしかったですね。もうデュー君ったら真剣なんだから。その紐みたいなやつもすごくいいね。おでこデューだしさ、鎖骨デューだし、もう太ももデューだし、かわいいデューがいっぱい。いや本当にお迎えしてよかったです。クラブウェアってこういうのがね、またあのパーソナルストーリーを見るとは違ったね、あの楽しみ方もできていいなと感じます。次のクラブウェア誰ですかね。まあ多分あの文化部の誰かかな、どこかかなと思うんですけれども、ボドゲ部とか来てくれたらちょっと嬉しいななんて思ったりなんだりしつつ今日のところはここまでにしておこうかなと思います。はい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ウポマツです。